Всем привет, добро пожаловать на канал. Мы продолжаем проходить Якудзу Зеро. Не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии под этим и другими роликами. И, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Погнали! ちゃんと来てくれたのね、キリュウさん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ。今、ニシキがどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ。さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないから、すごく羨ましい。何にしても、俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう、兄弟を苦しめたくない。あのね、キリュウさん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一坪に出た死体の件でな。それを立花が札に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。キリュウさん、誰か来る。今の時間、もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員が。へい。
キリュウさん。おう、てめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。キリュウさん、店荒らしてすまなかった、レイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。こいつを錦に渡してほしい。これは、それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえば、あいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だが、こんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカだ。まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても、地獄見んのはてめえだけだ。おら、ぶっ殺せ。Hey!
なんて野郎だ。マジかよ。兄弟頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまった。アバノ、立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手どこで死んでもらうことに変わりはねえがな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにするギリ、報われねえな。今時の仁義ってやつはよ。立花、必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、若造め。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！
遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら！誰この野郎！くそ、逃げやがる！島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。
なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところで、そのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやつさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たの、俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただし、あなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら、私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。
後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが東条会の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、橘。社長、しっかりしてください。社長。大丈夫なのか、橘は。とりあえずはね。ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。このことは橘不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。橘はそんな体で東条会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分橘不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする。全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここはカムロ町の中で唯一東条会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか。アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで橘不動産が東条会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。
そうやってる分には東上界もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は東上界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただ、あまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。走了这里，他也没有葬身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？我现在就是这边，陈先生，说句话，你别管我吧。你可别得意忘形啊，尾田！丽华不动产的人，听我！你在干嘛？お、来たな。ちゃんとついてこいよ。小田、今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ。分かった。ここだ。お前も入ってくれ。陈先生，在我客人，是日本人。你不在意，用日本语吧。こちらはアジア街の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。飛龍一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は。在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前
このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。立花、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやっさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる。持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。
この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。なら、あんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何だ。大したことじゃありません。そっか。それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。おお、あいつは。おい、そこのお前、ないとか気に食わねえな。
なってんだ。昭和戊辰戦争とも呼ばれる新日本プロレス対 CWF の長きにわたる戦いは、ここ神奈川文化体育館で終焉を見るのでありましょうか。よう、あんた。忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの気はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ。はあ？なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。強い仕様さ、乗ってるね。
年の冬は厳しいね。風邪ひかぬようにな。目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ、大怪我だよな。一車両、一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです。僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。
だよ。ふざけんなよ。やめろよ、お前。こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それは謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。しっ、もうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。Что ж, на этом данный эпизод заканчивается. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии под этим и другими видео. И, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока!